傭兵としてのモットー？簡単な話さ。より多く金を出した奴のために仕事をするんだ。やるか！てや！歯食いしばれよ！皆さんこんにちは。今回は 3.5 で追加される2人のキャラ、ティシアとミカについて判明情報を解説します。大前提としてってわけではないですが、ティシアは 3.6 で工場に追加されるようです。まず、通常攻撃ですが。まあ、使わなさそうです。元素スキルですが、発動後。エリアを作って、範囲内で。敵がダメージを受けたとき、炎元素で追撃します。アルベドやライデンのスキルみたいなイメージでいいと思います。継続時間次第ですが、意外とサイレイとか合うのでしょうか。ちなみに、デモでは妖怪関羽が紹介されておりました。また、このエリア内では中段耐性がアップして、さらに、範囲内のキャラがダメージを受けるときディシアが肩代わりします。これは、魔人任務で見た通り自己犠牲を厭わないみたいなあれかな？環境的に、とりあえずサイレイやウサイつけて劣化化すればいいんじゃね？って思ってしまった。元素爆発がアタッカーっぽい側面を持っているので、どうなんだろう。続いて、元素爆発を撃った時。スキルの設置が消えてる？はい、こちらベネットの爆発の外側にエリアがあるのがわかると思います。爆発継続中は、エリアごと消えております。なんならエリアの剣みたいなマークも消えております。そして、爆発の最後に再びエリアを生成しているようです。スキルは最低11秒は継続するようです。とりあえず、こんな感じでした。爆発で生成したエリアは7秒ほどで消えました。爆発は再設置できるけど、継続時間が短く7秒ほどになるのかな？すごい細かいですが、ティシアがすぐにスキルを再発動しているのがわかります。スキル CT はかなり短いのかもしれません。続いて、粒子発生ですが、アルベドやライデンと同じで追撃のタイミングで発生です。ここ、炎粒子出ていますね。追撃間隔を計測します。連携の追撃頻度はだいたい 2.5 秒ほどっぽい。アルベドやライデンと比較すると比較的マイルドですね。問題は、ちょうど 2.6 秒ほどなので。元素付着クールタイムがどうなのか、ですね。蒸発反応がある炎なので火力は抑えてくると思っているんですが。妖怪関羽とかの下地とした時、毎回炎付着するかが大事だと思います。元素爆発ですが、炎元素でオラオラする感じですね。こちらで一番注目すべきはこれは、フィッシュルタイプなのか。それとも、通常攻撃入力をしているのか。どちらかも大事だと思います。理由としまして、ユクアキイエランとの相性ですね。炎元素アタッカーかどうかはさておき、フィールドで殴り続けるのでしたら、この二人との相性はかなり大事になります。敵を仕留める。ん？体験が一番得意な武器じゃなかったのか？ふん。爆発で殴ってる時間はだいたい6秒ですね。まとめました。だいたいこんな感じかと思います。一応 PV からわかる内容なので、違う可能性もあります。ご了承ください。性能で、大事なのは爆発にユクアキイエランが追撃できるかだと思います。熟知森劣化以下は割といけそうです。紹介 PV で、ナヒーダユクアキで劣化以下してたし、適正度は高いのだと思います。
ただ、劣化以下か。あと、燃焼について一言も言われてなかったので。結局燃焼は、存在意義を知る RPG になるのか？ナヒーダ実装されて少し話題になったけど、結局従来の刀が主流のままだし。ということで、個人的な分析でした。ちなみに、固有テンプについては配信で公言されておりました。潜在位置を確認。目標区画に向けて距離を測定。よし。地形の記録が完了しました。速射牽制。治療は僕にお任せを。次は 3.5 で新たに追加されるキャラクター。ミカについて解説していきます。はい、ミカは物理サポーターです。元素スキルで、周囲の攻撃速度アップ。元素スキルが複数の敵に命中すると物理ダメージバフとなります。つまり深淵システムなのかな？突効果か固有テンプに敵の数を少なくできるようになるやつが含まれていそうです。元素爆発は、ドラクエのミラクルソードみたいな。ミラクルブーストみたいな感じかな。条件が命中、とあるので。ノエルと同じ回復をイメージすればいいかも。というか、元素爆発発動で仲間を回復して、さらに回復って。ある意味物理サポートはおまけみたいな感じなのだろうか。比較的五郎とか特定の元素サポート系とは違って。攻撃速度や回復能力からして、汎用性も考慮されてるイメージです。あと、固有テンプにクレイと同じ。マップに特産品が映るやつがあるようです。普通に限定星5にしかなかった能力なので嬉しいですね。それも合わせて、爆発に回復能力を置いてるのかな。ここから考察です。まず、通常攻撃ですが1段目がそれなりに早いので、清風のトリガーのために通常を行動に挟みやすそうです。エウルアと組むことになると思うので、清風をつけることが多くなると思います。続いて、元素スキル。氷粒子が4個出ております。つまり、CT はそれなりに長そうですね。ですが、エウルアと組むなら少々 CT 長くても氷粒子の数は大事。ロサリアよりも多く粒子を出せるのは評価点だと思います。あと、これを見た感じ。長押しで、狙い撃ちができそうですね。また、敵にヒットした後そのまま2体目にヒットしています。複数ヒット、とは書いてありますが。固有テンプで、多段するようになるのかな？続いて爆発。回復プラスミラクル攻撃。って考えるとほぼ80族でしょう。というか、五郎、ファルザン、九条と全員80なので。ミカも80になるのが、定めな気がします。となると、ファルザンを思い出しちゃいますね。先ほど、汎用性はある程度あるかも、と言いましたが。ちょっと不安ですね。槍は祭礼をつけようがないので。祭礼が唯一ない槍にした気がしなくもないですね。という、裏事情を勘ぐるのはやめておくとして。性能をまとめるとこんな感じ。元素スキルは、氷粒子4個、前後1個の粒子ガチャの可能性もあります。そして、攻撃速度アップバフがデフォルトで、複数ヒットがダメージバフのようです。元素爆発は HP 回復と、PT バフで、プトキャラが攻撃してそれが命中すると HP 回復。固有テンプは特産品レーダーみたいです。という感じです。今回は 3.5 で実装されるディシアとミカについての動画でした。いかがだったでしょうか？実際は自分の分析と違うことも十分あり得るので、ご了承ください。ということで終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。